う少しでここの海岸線を抑えることができる。頼むぞ、みんな。金閣、銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白い奴はまだいい。江戸転生された忍びが厄介だ。奴らをどうにかしないと。正気は。すまん、待たせた。キツさん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。どうした、動きが遅いぞ長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ、覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ、容赦はいらん。でも無理だよ、僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ長次。ダメだ、長次のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、体が勝手に来るぞ。戦闘開始。よっ、しかも分かったぞ。全力であんたを止める。ダメだ、僕には敵もないよ。アスマ先生を相手に戦うことなんてできない。そっか、俺たちはもう守られるガキじゃねえはずだろ。今は守る側だ。アスマに己の子を殺させる気か。優しさを履き違えるな。私たちはアズマ先生と一緒に10班として多くの任務をこなしてきた。だからあんたたちたちも分かる。私だってこんな戦いは嫌よ。でもアズマ先生を知り尽くした私たちだからこそ、忍び連合のリスクを最小限にして止められる。強くなったのしかあんたさ、おかげだ。影寄せの術、玉は俺が守ってる。だから安心してくれ。そこがてめえの墓穴だ。勝負あり。ダメだ、この程度じゃまだ封印することはできねえ。やるな、と言いたいとこだが。くそ、まだ浅いか、すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。ジョージ、僕はお前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を履き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。
お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持て。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我ここに誓う。秋道十六代目当主として十五代目より託されし誓いを十七代目へと成りゆくわらばへと託す。我秋道長次は山中奈良両一族を守り、木の葉を守るためいざさなぎから蝶へと羽ばたかん。長次。そうだ長次、その顔だ。さなぎの殻が思ったより硬かったか。さてこっからは飛べるな。もちろんやるぞ。いいな、来い。